はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はまた美咲の部屋も第何弾かちょっとわからないですけど、はい、ちょっとまた今日はお送りします。お願いします。今日のテーマがね、コートに合う、まあ秋におすすめの、まあコート着てないんですけど、まあシャツとかコートに合うポニーテールアレンジを美咲さんがちょっと作ってくれました。はい。ちょっと横向きましょうか。はい。まあだからゴム1本で作って、でまあゴムを隠すっていうのがポイントですね今日は。はい、そうです。なので、まあ、その出先だったりとか、まあ、外でも作れるポニーテールのアレンジになってますので、今日は美咲さんがすごい簡単にこれを、レクチャーしてくれてますので、はい、よかったら参考にしてみてください。じゃあそれではお願いします、はい、それでは動画スタートやってまずはじめにシアオイルからつけていきます。毛先に中心につけていって全体的にまとまり感を出していきます。次にサイドの髪の毛を耳後ろで分け取ります。サイドをダッカールで留めておきます。次に後ろの髪の毛をまとめていきます。今回は後頭部あたりでまとめています。次にサイドの髪の毛を外して後ろの髪の毛に巻きつけていきます。巻きつけた毛先は後ろのポニーテールの毛先と合わせていきます。巻きつけた毛先を全体でゴムで結んでいきます。しっかりと結んで毛先の部分をギュッと締めます。ギュッとすることによってゴムがしっかりと隠れてます。爪で毛束を取ってほぐしていくようにします。ゴムに巻きつけた部分から少しずつほぐしていきます。だいたい毛束を出す束は3ミリ束ぐらいで少しずつほぐしていきます。はい、こんな感じで仕上がりました。後ろのバッグのこの高さがこう丸みが出てると OK ですので、よかったら参考にしてみてください。